マシューは、海上自衛隊の補給艦。マシュー型補給艦の一番艦。艦名は、マシュー湖に由来する。マシューは、中期防衛力整備計画に基づく平成12年度、計画13,500トン補給艦4015号艦として、三井造船玉の事業所で2002年1月21日に、寄港され、2003年2月5日に、浸水。 2004年3月15日に就役し、護衛艦隊に直轄艦として編入され、マイズルに配備された。2004年11月25日、第11次派遣会場補給支援部隊として、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、長海大波と共に、インド洋に派遣された。12月18日、パキスタン海軍への燃料補給を開始し、 2005年3月まで任務に従事し、5月10日に帰国。2006年4月3日、護衛艦隊霊下に第1海上補給隊が新編され編入された。同年6月26日、第16次派遣会場補給支援部隊として、護衛艦、サザナミと共にインド洋に派遣され、同年11月まで任務に従事し、12月22日に帰国。 2008年4月20日、新テロ特措法に基づき、護衛艦、イカズチと共に、インド洋に派遣され、同年8月まで任務に従事し、9月4日に帰国した。2009年11月9日、再び護衛艦、イカズチと共に、インド洋に派遣されたが、2010年1月15日に、新テロ特措法が執行したことに伴い活動が終了し、 2010年2月6日に東京港晴海埠頭に帰国した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣される。2012年2月13日昭和基地への補給を終え、日本へ帰島中の再評艦、白瀬が海表に閉じ込められた上火事を損傷し航行不能となった。 事態を重く見た防衛省は輸送艦をお済みに加えてマッシュを救援のため南極海に緊急派遣することを決定したが知らせが無事脱出できたため派遣計画は白紙撤回された2015年8月4日フィリピンで開催される米太平洋艦隊主催の医療文化活動パシフィックパートナーシップ2015に参加するため マイズルを出港、ルソン島のスービック港を拠点に活動し、14日にはフィリピン西方海域で、米海軍の大型病院船、マーシーに対して、養生給油を実施し、8月19日にマイズルに帰国した。2019年9月17日から9月29日、及び10月15日から10月23日までの間、 関東南方から沖縄周辺を経て九州西方へ至る海区域において日豪共同訓練を実施する。海時からは本艦のほか護衛艦春雨、照月、朝日、アタゴおよび P-1 小海機または P-3、C 小海機と潜水艦がオーストラリア海軍からは艦艇を呼び潜水艦が参加し各種戦術訓練を実施する。 2021年5月4日、沖縄周辺の海区域において、フランス海軍と自由で開かれたインド太平洋の実現に資する、日仏の防衛協力関係を強化すべく、共同訓練を実施した。フランス海軍からはフリーゲート、シュルクーフが参加し、養生補給を実施した。2021年、ロービジ塗装へ、塗装変更。その内容としては、 煙突長部の汚れを目立たなくするための黒帯の廃止、看板号及び、艦名の灰色化かつ、無栄か、飛行看板上の対空表示の消去。現在は、護衛艦隊第一海上補給隊に所属し、定型校は、舞鶴である。ありがとうございます。